みんなの力で東京を緑豊かな街に。はじめまして、東京都都市緑化基金マスコットのふたばちゃんです。皆さん、東京都都市緑化基金をご存知ですか？私たちは東京都の緑豊かな住みよい街づくりを支援しています。どんな支援かというと、大きく分けて4つあります。 1. 街角緑化支援事業、 2. 花壇庭づくり活動支援事業、 3. 界隈緑化推進プログラム、 4. 緑化普及啓発事業です。1つ目、街角緑化支援事業。福祉施設や商業施設など地域において緑化効果の高い民間施設の緑化費用を助成します。2つ目、花壇庭づくり活動支援事業。ボランティア団体や小中学校による地域の公園やさまざまな場所での花壇づくりの活動費を助成します。3つ目、界隈緑化推進プログラム。都や区市町村と連携して緑を増やします。町会や商店街へ緑の専門家の派遣や緑化工事費の助成で緑化を支援します。4つ目、緑化普及啓発事業。緑に親しむイベントの開催や緑の街づくりに関わる人材育成、都市の緑を楽しむパンフレットの作成などを行っています。これらの事業は皆様からの募金や寄付金を活用して行われています。例えば、都立公園の事務所に募金箱を設置したり、自販機の売り上げの一部が寄付金になります。緑豊かな街づくりは皆さんのご支援で形になります。温かいご支援をお待ちしています。私たち東京都都市緑化基金は東京都の緑豊かな住みよい街づくりのための活動をしています。そして皆様からの募金やご寄付をお願いするとともに、企業や団体の皆様の緑化事業にぜひこの基金をご活用ください。よろしくお願いいたします。